その男が何をしたか知っているのか ?IR2 という公式を。知ってるよ。それなら!タクを覚醒させれば、もっと、大変なことになる。その前に殺す。あなたには、無理だよ。西条は死ぬべき男だ。この世に最悪を振りまいたんだから。ぐちゃぐちゃにした先畑さんはその後どうするの？殺しちゃうのかな？かな？もしもね、殺すって言うんなら、セナも、コズピーも、敵なんだ!敵だったんだ!だからリミ、殺しちゃえよ!僕は、死にたくない!タク、ちょっと黙って!はーい!ピスト入り!二人とも、殺しちゃうから!
クミちゃんも悪い人だったんだね。二人とも殺しまーす。タクは殺させない。私は誰？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 私は誰なの？誰なの？死んじゃい。助けて！殺させない。違う！私は、タクを。
としさ。一体、ノラ。違う。私は、こんなの、望んでない。私は、殺すつもりなんて、なかった。殺すつもりなんて、なかったのに。
僕を見るな。ここ、どこかな？え？あなたは、誰？リミ？どうしちゃったの？リミ？リミって誰だろう？私かな？私、リミじゃないよ。何言ってるんだよ。しっかりしてよ。私のお名前は、わかんないや。嘘でしょ。嘘だよね。本当だよ。あなた誰？私のお友達かな。きっとそうだよね。お友達ってね、つまりね、私に親切にしてくれる人のこと。あなたは怒らない？私、怒られるの、やだ。あとね、痛いのも、すごくやだな。ギガロマニアックスとなったものは、誰だろうと一度は壊れているんだよ。こんなの。私は、リミって言うの？そうだよ。咲畑リミ。咲畑リミ。そうなんだ。あなたは？
なんて言うのかな。僕は、西条匠。西条匠。タクだね。え？タク！ねえねえ、タク。あのね、私ね、手が、ベトベトしてるの。ベトベト、やだなぁ。ほら、手、出して。ほら、綺麗になったよ。ありがとう。ピカピカだ、私の手。すっきりしたよ。ねえ、リミ、君は、僕を、守ってくれる？守る？何を？僕を。あのね、私ね、よくわかんない。でもね、タコは、私のお友達だから、私に親切にしてくれるよね。だからね、私、タクがいてくれてよかったよ。ねえねえ、タク。あたしね、お腹ペコペコ。何が食べたい？私、お蕎麦が食べたい。お蕎麦？お蕎麦、好き。好きなの？好き。
なんで、食べたことあるの？食べたこと、ないかも。でもね、お蕎麦は好きだよ。リミ、ここで待ってて。絶対外に出ちゃダメだ。はーい。ミシイ。石？何？かっこいいね。お蕎麦って、こうやって作るんだね。たく、たく、こぼれそうだよ。火を消して！うわあ、溢れたよ！すごい！いや、すごいじゃないでしょう！冷やしとあったかいのと、どっちがいい？冷たいの！
どうぞ。あ、はい、いただきます。食べられないよ。え？食べられない。食べさせて。なんだと。ほら、あーんして。あーん。おいしいよ。それは、よかった。戻ってきてよ。リミ、本当に戻ってくれ。メールだよ、ボケナス。僕を見るな。あれ？バカにして。僕を怯えさせて、そんなに楽しいか？
目覚めて。もう時間がない。時間がないんだ。目覚めて。時間がないんだ。もうすぐサードメルトが起き、なんでだよ、ミュートにしたはずだろ。タク、サードメルトって何？リミ、頼むよ、しっかりしてよ。痛いよ。言ってくれ、僕を守るって言ってくれよ。僕は一人じゃ耐えられない。このままじゃ殺される。痛くしないで。僕は君を責めないから。君がいてくれないと困るんだ。だから、痛いの、やだ。あの無用、目を覚まし。
空は、どこにあるの？私の最初の記憶は、落ちてくる雨と、空を覆い隠した、どんよりとした雲。
次の記憶は、手術台の上から見た、眩しい光と、男の人の声。担当医に剣のようなものが見えたと言ったそうですね。聞こえていますか？まだ傷が癒えていないようですね。ご両親が目の前で亡くなったのもショックでしたか。では聞いているだけで結構。私はこの AH 東京総合病院の名誉院長でありスポンサーでもある野呂瀬と言います。君はギガロマニアックスである可能性があります。ぜひその力に覚醒していただきたい。幸いにも君は天涯孤独になったので、親族などの煩わしい連中も湧いては来ない。というわけで、君は今日をもって死亡扱いとなりました。以後、この地下室で過ごしてもらいます。何の心配もいりません。ここは私しか知らない部屋ですから。頑張って目覚めてください。期待していますよ。君は実験台です。力を持つ非覚醒者を目覚めさせるためには何が必要か、いろいろと試させてもらいます。明日からね。次の記憶も、手術台の上から見た、眩しい光と、男の人の声。実に我慢強いお嬢さんですね、君は。背中の皮膚がただれて血が出ているのに、なぜ耐えようとするのです？早く目覚めれば楽になるというのに。次の記憶も、手術台の上から見た、眩しい光と、男の人の声。痛いですか？皮膚の表面を切るだけですよ。血はたくさん出ますが、死ぬほどではありません。三日も放置すれば、化膿して痒みがひどいことになるでしょう。そこからが今回の実験の本番です。安心してください。私は医者なのでね、メスの扱いには慣れています。そうですね。10箇所ほど切り刻みましょうか。
次の記憶も、手術台の上から見た、眩しい光と、男の人の声。そうですか、かゆいですか。しかし、引っかくことは許しませんよ。人というのは実に不思議なものでしてね。痛みは意外と我慢することができるのですが、痒みはそうでもないのです。痛みよりも痒みの方が精神をおかしくさせるには効果的かもしれませんね。次の記憶も、手術台の上から見た、眩しい光と、男の人の声。左上腕はこれで粉砕骨折というところですか。まだ目覚めないとは、一体何が足りないのでしょうね。しょうがない、今日の実験はこれぐらいにしておきましょう。ゆっくり休んでください。次の記憶も、手術台の上から見た、眩しい光と、男の人の声。ウォーターボーディングはアメリカ CIA がつい最近まで拷問方法として用いていた最も安易で最も効果的で最も苦しませることができる技術です。いわゆる水攻めというものですね。わずかな水の量だけであなたに溺死した錯覚を味わわせることができるのですよ。21世紀において、未だにこのような古典的な拷問を行っている。実に、面白いではありませんか。
次の記憶も、手術台の上から見た、眩しい光と、男の人の声。私は麻酔を扱うのはこれが初めてなのですが、どうやらうまくいったようですね。気分はいかがですか？君は今、首から下が麻痺している状態です。自分の体を思うままに動かせないというのは、ストレスのたまることだと思いませんか？とりあえず、その状態で1年ほど過ごしてみましょう。1日に1度、点滴で栄養を与えますから、心配はいりません。では、良いお年。次の記憶は、手術台の上から見た、眩しい光だけ。次の記憶も、手術台の上から見た、眩しい光だけ。次の記憶は、手術台の上から見た、眩しい光と、男の人の声。実に醜い姿ですね。一年もの間、そこで横たわっていた気分はどうですか？己の糞便にまみれ、骨と皮だけの姿となり、尊厳を奪われた気分はどうだったのかと聞いているのです。ですが安心してください。殺しはしませんよ。この実験が始まって、そろそろ3年になりますか。私はね、君のことが愛おしくてたまらない。かけがえのない存在ですよ、君は。
ギガロマニアックスを強制的に覚醒させることはとても難しく時間がかかる。ですが、君には早く目覚めてもらいたいのです。期待していますよ。さ、リシエ、リミ、リミなんだね。聞こえたよ。起きろ、リミって。お母さん。よかった。私のために泣いてくれるの。だって泣き虫だな。私全部思い出してる。これまで自分の心を自殺させることで消してきた、たくさんのこと。でも、思い出さないことが、まだ楽だった。
ミ。ただいま。約束したもんね。タクを守る。僕を守ってくれる？守るよ。タクも、タクミも、ナナちゃんも。ん？前は、タクミに心を救ってもらって、今度は、タクに心を助けてもらって。だから、今度こそ、私があなたたちを守る。私、頑張るね。頑張って、罪滅ぼしもするし、あなたたちからの恩にも、報いるから。だから今は、眠って、タク。サードメルト、これほどだなんて。手遅れだったよ。野呂瀬源一は予定より早くノア2を本格的に稼働させた。元の君に戻ったみたいだね。元の私なんていないよ。どっちかっていうと
クが望んだ私に戻ったっていう感じ。タクがそう望んでくれたことはさ、すごく嬉しかったけどね。彼はまた理想度なしで力を使った。もう少し追い込めば覚醒できる。タクのことはそっとしておいてあげて。ノア2は私が何とかする。ナナちゃんも私が助ける。あなたも死なせないよ。君一人じゃノロセに対抗はできない。それに前から言っているけど、君は普通に生きるべきなんだ。タクトね、約束したんだ。私がタクのこと守るって。だから行くね。ビシリミ、自分を犠牲にするつもりなの、リミ。ナナちゃん、しっかり。久々の再会だというのに、私には挨拶もなしですか？
痛みには慣れているはずでしょう。その娘は西条匠をおびき寄せる貴重な餌なのです。勝手に連れて行かれては困りますね。僕の力をあげるよ。僕の最後の妄想を君に。匠。君にこんな辛い役目を任せてしまってごめん。もう余計なことは言わない。君の意志を曲げることは無理だって分かったから。死ぬつもりなんだね。彼が目覚めなかった以上、僕にはどうすることもできない。だからせめて、僕の最後の妄想を、君に。何言ってるの？あなたはそんなことしなくても。君だけを死なせるわけにはいかないよ。すべての元凶は僕なんだから。だって。もういいんだ。リミ、ノロセを、殺してほしい。ノア2を、破壊してほしい。僕がサポートするから。わざわざ生かしておいてやったというのに、恩をあだで返すとは。また、いたぶられたいのですか？変態だよね、あなたって。
逃げようとでも？逃げないよ。でも、ナナちゃんは関係ないでしょ。ナナちゃん、無事でいて。理想道を妄想によって翼としたのですか。それで君は逃げないのですか。まだ逃げられないよ。あなたを殺さなきゃいけないから。私を殺す？そのようなおもちゃでですか？随分と舐められたものですね。もう一度聞かせてもらっていいでしょうか？やめて。やめませんよ。それで、私を殺すと言いましたか？それとも私の聞き間違いでしょうか？殺してあげる。私があなたを。しばらく会わないうちに実に不愉快な人間になったようですね。すでに君は用済みです。利用価値があるかと思い生かしておきましたが、もういりません。
私に生意気な口を叩いたことを後悔しながら死んでいってください。例えばそうですね、これから30年ほど私が君に毎日拷問を施してあげましょうか。妄想の中でね。それを待ってた。何？その目。誰の目？私を見るな！それなら、もう一生、目を開けなければいい。ごめんね、タク。約束、守れそうにないみたい。ナナちゃん、助けたから。それで、罪滅ぼしなんかには、ならないけど、助けたから。あの空を、あなたと、もう一度、見たかったな。
ありがとう。将軍。君はこれから自由だよ。え？僕はあと1時間もしないうちに生き絶えるだろう。君に脅威を与える存在はリミが殺してくれた。青井瀬名と折原梢の死体は僕が隠しておいた。七海は病院に収容された。だから君はもう自由だ。リミはどこへ？リミはもう戻ってこないよ。え？それじゃあ。リミはもう戻ってこないよ。朝、一緒に学校行って。学校では、休み時間にどうでもいいこと話して。お昼休みは、一緒にご飯食べて。夕方、一緒に帰って。帰るついでに、たまにどこかのお店に寄ったりして。タクの部屋で、ちょっとだけおしゃべりして。それで、また明日ねって手を振って別れて。そんなのでいいなら、私、いくらでもしてあげるよ。そういうの、結構憧れなんだ。